皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はスポーツのパフォーマンスに関わる痛みについてお話をしたいと思います。ビタミンとミネラルもそうなんですけれども、不足すると運動パフォーマンスを下げるというふうに言われています。ですので今日はビタミンについてどのように関係してくるのかというのをお話ししたいと思います。特にですね、取り上げたいのがビタミン B 群というビタミンになります。で、その中で4つ、ビタミン B1 とビタミン B2、ナイアシン、ビタミン B6、この4つについてお話しします。まず1つ目のビタミン B1。こちらはですね、豚肉とかたらことかに多く含まれている栄養素なんですけれども、エネルギー代謝、特に糖質の代謝に必要と言われています。しっかりと取らないと運動する時のエネルギー源ですねがなくなった状態になってしまうので、全体的にパフォーマンスが下がってしまうということが分かっております。ですので運動する時にはエネルギー源である糖質というのをしっかり取る必要があるんですが、それと同時にビタミン B1 も一緒に取ることで効率よくエネルギーとして使われますので、糖質摂る際には豚肉とかたらこなども一緒に摂ると良いとされております。2つ目、ビタミン B2 になります。ビタミン B2 はですね、糖質とタンパク質と脂質、3つの三大栄養素の代謝に関わってくる栄養素になります。多く含まれている食品はですね、牛乳ですとかレバーに多く含まれてます。レバーはね、鶏とか豚、牛、どれにも多く含まれています。ビタミン B2 が不足してしまうと筋肉の機能ですとか運動機能の低下につながります。ですのでビタミン B2 もしっかりと摂る必要があります。3つ目はナイアシンになります。ナイアシンは糖質と脂質の代謝に関わってきます。まあ、ナイアシンの中にも植物性の食品から摂れるナイアシンと動物性の食品から摂れるナイアシンというのがあります。動物性の食品ですとレバーとかカツオとかタラコなどに多く含まれています。植物性の食品になりますとヒラタケ、エリンギに含まれています。ナイアシンの場合はですね、もちろん推奨量を下回ってしまうとパフォーマンス低下につながるんですけれども、これは過剰摂取も良くないとされています。対応上限量というのが設定されているビタミンになりますので、摂りすぎても弊害が出てきます。過剰摂取した場合にはどんなことが起こってくるかと言いますと、特に植物性由来の食品から取ったナイアシンの方が過剰摂取しすぎてしまうと脂肪の分解を抑制する働きをしてしまいます。そうなると低強度から中強度ぐらいの運動する時というのは、この脂肪酸がエネルギーとして使われますので、それができなくなるということで、そこでパフォーマンス低下というのが起こってくるので気をつけていただきたいんですけれども、ただ食品からですね取る量では過剰摂取になることっていうのはもう考えづらいぐらい、すごくたくさん食べないとなりづらいので、サプリメントを取るときには植物性から取れるナイアシン、ニコチン酸、こちらの過剰摂取には気をつけるようにしていただきたいと思います。最後、ビタミン B6 なんですけれども、ビタミン B6 はタンパク質の代謝に必要なビタミンになってきます。タンパク質の摂取量が増えると同時にこのビタミン B6 も増やして取っていただく必要があります。またマラソン選手がですね、マラソンのレースの後には体内のビタミン B6 がおよそ 1mg 損失されるという報告もあります。特に持久系の競技をされる方というのは不足すると、体作りの観点からも良くないので、多めに取っていただくことをお勧めします。基本的にですね、それぞれの推奨量というのがありまして、普通の方ですとその量を取っていただきたいんですけれども、スポーツをする方は多めに取る必要があると言われておりますので、意識してたくさん取るようにしていただきたいと思います。日本人の食事摂取基準で定められている推奨量なんですけれども、18歳から29歳の男女のものをお伝えします。ビタミン B1 は男性で1日 1.4mg、 女性
性で 1.1mg になります。多く含まれている食品で豚のヒレ1枚だいたい 80g くらいですね。これで 1.06 のビタミン B1 を摂ることができますので、豚肉1枚 80g プラスアルファもう少し摂っていただければ推奨量は超えられます。ただスポーツ選手はもう少し摂っていただきたいので、これを2枚とか摂っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ビタミン B2 男性が 1.6mg、 女性が 1.2mg になります。ビタミン B2 の多く含まれている食品でいくと、豚のレバーが 80g で 2.9mg 入ってますので、レバーですと十分な量が簡単に摂れると思います。でその他に牛乳ですとコップ1杯 180ml で 0.27mg になってきます。ナイアシンの推奨量が男性で 15mg ナイアシン等量、女性が 11mg ナイアシン等量となります。カツオのお刺身5切れだいたい 80g なんですけれども、こちらで 15.2mg 摂れます。タラコ2分の1本ですね、 25g、 これで 12.4mg 摂ることができます。レバーですね、牛と豚 10mg ぐらい摂ることができます。植物性の食品でいきますと、ヒラタケ2分の1パックだいたい 50g で 5.4mg、 エリンギ1本 40g で 2.4mg 摂ることができます。ナイアシンなんですけれども、摂取エネルギーが増えるとその分必要量も増えてきます。で今の推奨量ですと、女性ですとだいたい 2000kcal 摂る方の量になっています。男性ですと、まあ、3000kcal ぐらい摂った時の必要量となりますので、これよりももっと多くのエネルギーを摂る場合、また運動する方であれば、これよりも多めに摂っていただくことが必要となってきます。ビタミン B6 なんですけれども、推奨量が男性が 1.4mg、 女性が 1.1mg になります。多く含まれている食品がマグロの赤身6切れ 80g ぐらいになります。これで 0.68mg、 カツオのお刺身は5切れで 80g 0.61mg、 牛肉のレバーですね 80g 摂っていただくと 0.7mg 摂ることができます。野菜からですと赤ピーマンが2分の1個、まあ、半分ですね、だいたい 60g なんですけれども、それで 0.2mg 摂ることができます。それでは今日はスポーツのパフォーマンスに関わるビタミンのお話をしました。次回はですね、スポーツのパフォーマンスに関わるミネラルについてお話ししたいと思いますので、ぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。